車椅子バスケットボール伊藤雅也です。2020年に向けて日本全体が盛り上がっていくように頑張って活動していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。日常の車椅子と日常用の車椅子の違いから説明させていただきたいんですけれども、商業の車椅子は後ろに転倒がしにくくなるためにキャスターが後ろにもついています。日常の生活だと、狭いところを通ったり段差を自分で乗り上がったりしなきゃいけないので、後ろにはキャスターがついておりません。もうこれだけで1、2、3、レッツできます。1、2、3、レッド、よし頑張りましょう。はい、気合が入った声が聞こえました。はい、1、2、3、パーポー、よし頑張りましょう。はい、気合が入りました。はい、じゃあ自分以外が皆さんが鬼で自分を捕まえてください。行きます。1分間でよーいスタート。はい、スタートしました。早いですね。追いかける方が早い。皆さん、あっという間に距離を詰めましたね。早い。あー、周りが止めた。ナイスナイス。それでは、青チームからボールを持って先行で行かせていただきたいと思います。じゃあ早速始めさせていただきたいと思います。青はあっちにシュート入れよう。よーい、スタート。頑張れ頑張れ頑張れ。チャレンジは15秒になります。15秒の間でいかに最高速度を出せるか、皆さん頑張っていただければと思います。トワト選手には走るコツだったりっていうのをアドバイスいただきながらご参加いただきます。はい、それでは先頭の方、お待たせいたしました。はい、まずグラブしていただきまして、まず手をパーにしていただいて、この辺りで滑らせるような動きですね。はい、であとは少し前傾姿勢になっていただいた方が上からこう漕げるので、はい、こんな感じでお願いします。大きく漕ぐのがいいんですよね。はい、大きく早く